長崎さんのバックグラウンドに整備すごい人数します。大間のマグロの5トロです。じゃあ3週間撮影させてもらいます。4日間ぐらい撮影させて、周りを試した後に。福島のアナゴです。アナゴ大好きです。北海道の生海です。コハダです。シュワホダイです。失礼します。失礼します。大車エビです。行くよ。タチウオの海苔巻きですね。ありがとうございます。じゃあ今日でも紹介します。寿司屋さんってどこも高いじゃないですか。そこと変わらないレベルのものを出してそんなに高くなく食べれるようなコンセプト。一回来てくれたら大体リピーターさんになってくれるので助かってます。
が4日革だけの時でも中シャツの上でもあれだけでいい。本日はご来店ありがとうございます。コースの方を始めさせていただきます。本日は全国からいろいろな食材をたくさん入れてますので、十分に楽しんでいただけると思います。よろしくお願いします。失礼します。煮たこです。わさびと塩で召し上がってください。
してませんね。長崎さんのデックグラム伊勢海老。あ、そっか、伊勢海老やけどね。うわ、すごい。人数に。生きてる。ほら見て。本当だ。おじそで香り付けします。器は熱いので活用ください。
何する？ああ、イカの塩辛みたいなもんや。
普通の米より粒が大きいです。精米の時に大きい粒だけ残るようにしてるので、割れたやつとか入らないようになってます。関係ないよ、時間が今までは見失礼します。じゃあ長崎さんのブリです。はい。ブリです。失礼します。長崎さんのブリです。白甘鯛です。白甘鯛です。これだよ。なんでお前来たと思うんだよ。それと俺と二人。めちゃくちゃ甘いです。めちゃくちゃでかい。シワ独学です。和食の店で好きでずっと握ってた。あとはもうずっと自分で勉強して、小学生の頃から寿司屋さんしたって夢だったので、今楽しいです。めっちゃ乗ってます。
大間の中トロです。します。大間のマグロの大トロです。じゃあ3週間熟成させていきます。4日間ぐらいさせて、周りを固めた後に氷の中に突っ込んでます。中央の海苔巻きですね。アクセントで、クレソンとカイワレの昆布締めを入れてます。失礼します。タチウオの海苔巻きですね。ありがとうございます。手でも一度買います。なんで縁切るんですか。これが早く、ぜひ来てくださいね。
ないかん。そうそう、家業が。まではここで働いとけっていうところ。そうそう。ねえ。失礼します。大車エビです。生きてる。対馬のアナゴです。アナゴ。めっちゃうまいよ。アナゴ大好きです。ずっと気づいとった。で、その方が絶対言ってどうぞ。その時間を作ってたら気になったから何も残ったらいつも。お願いします。カンピオ巻きです。お世話で、あれ見てみたいなって思って、俺も寿司ずっと見る。あ、じゃあ飛び落ちたらいいな。失礼します。卵焼きです。最高の一番の水ごたえ。
大阪で。